にょ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 、ブロッコリーにょ。エネルギー 100%、 充填完了です。発射準備、照準合わせ。目標、黒き月。クロノブレイクキャノン発射！終わったな。やった！やった！私たちの大勝利よ！これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。いえ、お役に立ててよかったです。ほっとしました。そうか、もう出発するか、タクト。そうかのう、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあ、おかげでこちらは大変じゃがな。
クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。これでしばらくは会えなくなるの。名残惜しいが。辺境にはまだエオニア軍の残党がいる可能性もあるからな。それに黒き月のようなロストテクノロジーがまだ存在しているかもしれん。お前たちにはそれを探索してきてもらいたい。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シヴァ。はい、ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて、ですが一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々。私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ。それは決して忘れてはならないと思います。彼らのためにこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。笑顔がぎこちないぞ。決まってるだろう。あいつらの本来の任務は白き月の護衛だ。騒動が収まればそれに復帰するのが当然だろう。任務が変われば付き合いもそこまでさ。それはお前自身がよく分かっているはずだろう。軍人としてお前の判断は間違っている。任務に私情を挟むのは禁物だ。一時の気の迷いだ。すぐ忘れるさ。やめろ、気持ち悪い。ま、所詮縁がなかったということだ。
てくじけそうな時も全てを受け止める勇気をもっと